今回は京王長山駅徒歩10分3ステージ中山という物件に来ております。まずこちらの物件、オートロック鉄筋コンクリート造になっております。まず玄関入ってこちらですけれども、シューズボックスですね。かなり、量の、収納できるシューズボックスになっております。また、鏡もついてますので、お出かけの際こちらで確認していただければです。まず、こちらが洗濯機置き場ですね。まだこちらですけれども、2012年3月に完成した物件です。まだ2年しか経ってませんね。近さですね。こちらキッチンです。IH コンロ2口のシステムキッチン、こんな感じです。ちなみにこの物件、中部屋と角部屋で間取りが異なります。こちら中部屋です。7.4 畳の洋室。角部屋は間取りが全く異なります。そちらも撮影してますのでご覧ください。で、洗面所、こちらは独立洗面所でおしゃれですね。そして、シャワータイプですので、忙しい朝、とても便利です。こちらが温水洗浄便座になっています。こちらもおしゃれですね。これが洗浄です。で、浴室、こちらは、追い焚きと、浴室乾燥機がついています。こちらもとてもおしゃれです。こんな感じになっています。はい、追い焚き、こんな感じです。では早速居室に移動したいと思います。先ほどもちらっと説明させていただいた通りに、7.4 畳の洋室です。かなり広々としています。で、床が、茶色じゃないので白っぽい床ですので、清潔感もありますし、広く感じますね。もちろんエアコンと照明は設備になっています。オートロックですので、こちらで外を確認して鍵を開けるっていう感じです。綺麗ですね。で、こちらがクローゼットですね。ウォークインクローゼットになっています。はい、こんな感じで中入れちゃいます。中山はもちろんそうですけれども、中山から南大沢、あとは高畑不動成績、桜ヶ丘、大塚帝京、中央名声など、ファミリーからシングルまで多く物件取り寄せています。新入生用に3月からの賃料発生可能物件もいくつかありますので、この機会に下記 URL アクセスしていただいて、ご希望のお部屋探してみてください。ぜひよろしくお願いいたします。お気軽にメールや電話、当社多摩センターですので、実際にご覧いただいても構いません。お待ちしております。失礼いたします。